はいどうも皆さんこんにちは。今回もシムズ4をまったりと観察していきますよ。お相手は私霊夢と、マリサだ。まあこの微妙にダサいピンクのヘルメットはさておき、前回と比べて動画の色々なところが色々と違うわけなんだけど、確かに色々変わってるな。細かいことは気にするな。せめて大人の事情とかもっともらしいことを言え。で、このモヒカン野郎は現在生後9日目、こう見えても生まれたてのピチピチ野郎よ。やめろなんか気持ち悪い。ちょうどお昼なので、なんかそこら辺にあるものを食べさせるか。お前こいつを可愛がる気ゼロだろう。だいたいこの量は、他の学生が持ち込んだ高カロリーなジャンクフードで溢れてるからな。ほら見ろ。なんだあれ、甘ったるいもんばっかりだろうが、魅惑のハートクッキー、いちごケーキ、ハンバーガーケーキ。バーガーなのかケーキなのかはっきりしないけど、こういうのは YouTuber が動画で作るもんで自分で食べるものではないわね。まあ今日のランチはクッキーにしときますか。食って太るのは私ではないからね。で、ここでお約束の量行きました。成長しないやつだな。ま、生まれて9日目では致し方ないわね。宿題をやりに図書館に来たのだけど、お姉さん2人とおしゃべりしながら宿題するっていいわよね。逃げられなければな。清の世界ではもう季節が夏なのよ。誰でもいいからラブのあるサマーをエンジョイさせてやりたいじゃない。霊夢、ベニーさんはどうした？忘れていました。白状なやつだな。一緒にロマンスフェスティバルに行ってイチャッとしたの土曜の話だろ。おっしゃる通り、その翌々日には別の女子の尻を追いかけていたわ。そしてたった今は、このメガネの司書さんに夢中よ。ダンビさんというらしいのだけどね、なんとなく呼びにくいから。鼻もげらでいい。一文字ぐらい合わせようと努力しろ。こいつの婚活対象に、この、ビさん、も加えておくわよ。ビが言えるならダンビも言えるだろうが。噂をすればペニーさんから電話だわ。劇場のチケットが2枚取れたから一緒に行かないかって。お前ミコさんラブみたいなこと言ってたしたのね。もかわかぬうちまたペニーさんとイチャコラする気じゃない。って全然聞いてねえな。だって普通席が完売してる人気作なら当然行くでしょ。じゃあ早速ペニーさんとのデートに出かけるわよ。ちょっと待て、なんでチャリンコ出したん？言っとくけど私は何もしてないわよ。なぜなら今私は右にいるお姉さんの谷間に釘付けですから。お前は誰をこいつの彼女にするか考えてろって。こいつは本当にここから乗ってく気か。乗ってく気だね。前言撤回。誰を彼女にするかじゃなく、こいつと付き合ってくださる方はどなたかを考えろ。大丈夫よ、だってこいつは主人公なんだから。この世界はこいつを中心に回るはず。言ってみれば天道説よ。それならばあえて私は箸にも棒にもかからぬ説を提唱するぞ。ほら見ろ、寮まで一緒に帰ってきたのに完全にほったらかしていちごケーキとしゃれ込んでいるわね。ブクブクのモヒカンではモテる気がしないから、食後は少しジョギングでもさせますか。そうだ、細マッチョで脱ぐとすごいんですけー。ならなんとかなるかもしれないぞ。もともとこいつは性格がアクティブだから運動するのが好きなのよ。おや？なんか今あいつ消えたぞ。あいつだけが消えたぞ。どこ行ったのかしら？いた。え？何この格好？嫌な予感がする。さすがの私もこいつが今すべきことくらいわかってるつもりなのよ。しそれ言ってみろ。ペニーさんともう一歩深い関係を目指す。正解。逆玉残し作戦を忘れちゃいないわ。ケーキ食べながら走り始めたわよ。右にお皿、左にフォークって、よく両手が塞がってて走れるわね。いや、人として何かそれ以前の問題があると思われる。生後9日目の鶏だと思って見守ってやろうではありませんか。ひよこなら可愛いが、いきなりトサカがついたおんどりは、微妙。まあそんなわけで次回はいよいよ1学期の成績が出るのか。出ますよ。ということで、また見てくださいね。じゃーん、ケーン、ポン。